このクエスト、まあ普段僕クエストをやらない方なんですけど、なぜやったのかなと思っていうのは、ケマモンが仲間になってくれるかなと思ったんですよ、このクエストをやったらね。どうなんだろう。あ、ケマモン先に行ってる。道わかんねえくせに先行ってるのか。おい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 、いたいたいた。お前道わかんねえって言ってたじゃねえかよ。都会は恐ろしいところ、ケマンね。え、どうしたの？ケマモン、ここでずっとケマモト村をアピールしてたケマよ。ケマモト村の自然とか名産とか妖怪とか必死でアピールしてたケマ。でも誰も立ち止まらないケマよ。妖怪だからね、気づかれてないだけなんじゃないかな。そうなんだ。都会の人間、ケマモンのこと完全にスルーするんだケマよ。まるでケマモンなんて見えてないだケマ。そりゃ妖怪だから。みんなあいつに、あの桃色のもみじまんじゅう妖怪に夢中だケマ。エクセレントくんか。もみじでも妖怪でもないけど。もっと他の方法使えません？例えば誰かに取り付いたり。もう帰るケマ。え？やっぱりケマモンは都会には向いてないケマよ。根性ねえなこいつ。田舎で泥団子でも作ってる方がお似合いなんだケマって。ダメ人間じゃん。泥団子か。俺も小学校の時作ってましたけどね、泥団子。みんな小学生は泥団子作るんですかね。そこまで落ち込まなくても。それじゃあバイバイケマ。ますます心配になってきましたよ。もう少し追いかけてみましょうか。っていうかウィスパー結構世話焼きだね。このクエストまだ続くの？え？ちょっと待って。あ、まだ続いてるね。天気のいい昼なら外にいるかもしれない。どうすりゃいいんだこれ。ケマモト村へ帰ってしまう。あれほど落ち込んでしまったケマモンも、天気のいい昼なら外にいるかもしれない。意味わかんない。意味がちょっと意味がわかんないな。どうすりゃいいんだろう。一旦駅に戻って、いやこれ電車乗るのか。どうしよう。天気のいい昼、今雨降ってんの？雨降ってる？あー曇ってるか。ちょっと意味が分かんないんだけど、ちょっとワープして天気、あ、晴れるの待つか。なんかこのクエスト結構めんどくさいな。めんどくさいな。あの矢印が出てるけど、あれは多分違うと思うんですよね。一旦家に帰ろう。ペローン。ふみちゃんの家に帰って、よし着いた。お、ジマちゃん。よし、これで天気が変わったんじゃないかな。どうだろう。あ、晴れですね、晴れ。よし、これで行こう。これでさっきのエクセレントくんがいたところ、よし、これワープ。あ、いたいたいた、ケマモンいた。このクエストはね、ちゃちゃっと片付けたいんですけど、仲間になってくれるかな、ケマモン。なんか仲間になるみたいなんですけどね、ケマモン。あれ？あ、電車乗らなきゃいけないのか。ちょっと、マジかよ。電車乗るんだよな、これ。あー、クソ、行くか。300円。
なんかケマモンも仲間になるし、クマモン。クマモンも仲間になるらしいんですよ。どうすればいいのこれ。お、これどうすればいいんだ。え、まだ電車乗んの？ちょっとめんどくさいな。ケマモト駅に、あ、ワープするか、ワープ。また電車に乗って帰るのめんどくさいもんな。よし。ワープしよう。ペロン。ケマモト駅。よし、着いた。あ、やっぱいた。やっぱいた。ワープでよかったんだ。はあ、ケマ。ケマモン大丈夫？なんだケマ、またお前さんケマか。ケ。どうせケマモンを笑いに来たケマね。え、そんなことないけど。ほら、見るケマよ。これが都会に敗れた田舎者の姿だ、ケマ。はは、笑えよ。どうしちゃったの？落ち込みっぷりが半端ないっすね。最初はあんなに明るかったのに、そんなにショックだったのかな。もしかしたら、それだけではないかもしれませんよ。さっきから、ケマモン以外の妖気も感じるんですよね。え、それってもしかして。ええ、桜ニュータウンまで行って、良くない妖怪にでも取り憑かれていたり。それだよ、妖怪ウォッチで探さなきゃ。こいつ、とことんめんどくさいやつだな。もう、世話が焼けるな。妖怪ね、妖怪。もう何のためにね、桜木駅まで行ったんですかね、このケマモンは。あ、スネスネークだ。妖怪。スネ。しまった。見つかってもうた。やっぱりいた、ウィスパー。これって何の妖怪？え、あ、これはですね。出ました。妖怪スネスネーク。取り憑かれると拗ねちゃうみたいですよ。ちょっとしたことで俺なんかどうせってなるあれです。今のケマモンじゃない。ねえスネスネーク、ケマモンちょっと落ち込みすぎだから取り憑くのやめてよ。なんだと？都会に出てきた奴らにどうせ田舎者だって拗ねさせるという俺の唯一の楽しみを邪魔する気か。うわ、嫌な趣味。くっそ、俺なんかどうせただの悪趣味な蛇だよ。最悪ですね、こいつ。そうきたか。スネスネークもそんな強くはないんだよな。もうちゃちゃっと片付けよう。よし、じゃあね、僕の持ってる妖怪で一番可愛い妖怪であろうこの人魚さんの技を食らってもらうか。ギョギョッピ、いけ、ギョギョッピ。すごい。ちょっと大げさだよね、この技。ねえ、富士山が見えたけど。さあ。にゃのみえ。うん、ギョギョッピね、可愛さ抜群なんですけど、ランクが D ランクなんだよな。ねえ、せめてね、C ランクだったらよかったんですけど。経験値102。ふん、やってられんの。俺なんかどうせ。消えた。スネスネークもいなくなりましたし、これでケマモンも。はあ、やっぱり都会は恐ろしいとこ、ケマや。二度と行きたくないケマよ。うん、変にすねなくはなりましたが、落ち込んでるのは変わらないんですね。どうすればいいのかな。そうですね、やはりここは別の妖怪の力を。お姉さん？うわー、よかとこですね。明るい。ほらほら、早く早く、景色も。
美しかですよ。読みづらい。あれは。ほら、早く早く、急がんね。あ、くまモンだ。うそー、くまモンじゃん。ねえ、あれってもしかして、くまモン先輩だけ。まあ、あ、ちょっと地元の人ですかね。え、あ、いや、私はおばあちゃんの。あ、ごめんなさい、里帰りバシッとっとですかね。読みづらいな。あのですね、くまモンと私は熊本を PR して回っとるとですけどね、熊本とケマモトってそっくりじゃないですか、確かに。ということでですね、はるばる熊本からやってきたとですよ。で、くまモン。くまモンは喋らないんですよね、確か。ほ、本物だけま、本物のくまモン先輩だけまよ。夢のようだけま。やっぱり意識してたんですね。で、その格好大丈夫ですかね。まあ、あの人たちには見えてないでしょうけど。それにしても、よかとこですね。自然がいっぱいですよ。え、くまモン、何何？熊本にももっとよかとこがある？そうそう、熊本はケマモト村みたいな綺麗な自然がいっぱいですもんね。阿蘇もよかとこですけど、お姉さん的には天草が最高ですね。そうそう、何より熊本は水が美味しかとですね。美味しか水があるってことはですね、野菜も果物も美味しいかってことです。スイカもですし、トマトだってびっくりするほど甘かですけんね。どうです、熊本にもいっぺん行ってみたくなったでしょ。熊本か、行ったことあるかな、ないかな。九州は行ったことあるんですけど、何県だったかな、大分県かな。熊本か、行ってみたいな。とても行ってみたい、すごく行ってみたい。どう違うんだこれ。じゃあね、とても行ってみたい。やった、ありがとうくまモン。また熊本の魅力が伝わったね。すごいケマ、くまモン先輩すごいケマよ。さっきから一言も喋らずに動きだけで全てアピールしてるケマよ。そうだケマ、あれこそご当地キャラの生きる道なんだけまね。けまも目が覚めたけま。また都会に挑戦するけま。あ、行っちゃった。あ、どこ行くんです。また同じ目にあっても知りませんよ。でもくまもを見て元気になったみたいだし。そうですね。今度はうまくいくかも。とりあえず追いかけてみましょう。長い、長いこのクエスト。マジかよ、追いかけろだって。どこ行ったんだあいつ。あいつはどこ行ったんだ。また桜木駅に行ったのか。ワープしよう。電車なんか乗ってらんない。あっち行ったりこっち来たりほんとめんどくせえな。桜エクセレントツリー行くか。マジかよ、こんなにさ長いクエストで仲間にならなかったら承知しねえぞマジで。仲間になってくれよマジで。いたいた。あ、すごくなんか楽しそう。楽しそう。ケマモンやっぱりここに来てたんだ。ケマモン、あ、喋らない。あの、もしかするとですね、彼本当にクマモンさんを見習って全く喋らないようになったんじゃ。え、しかし見てくださいよ、みんなすっごく注目してますよ。こいつすげえな、燃えるように熱いダンスだぜ。誰だかわからないけど絶好調ね。誰だかわからないけど、自分ワイと違うて無口やけど、その踊りはビンビン来るぜ。すごいよケマモン、前とは比べ物にならないじゃない。あれ、このメダル、あ、ありがたい。ケマモン、サンキュー。